甲州街道は江戸日本橋から甲府を経て信州下諏訪で高仙道に合流する全長53里2町23軒約206キロメーターの街道で五街道の一つとして整備されました。街道を行く旅人が正確な里程を知る目印として一里塚が築かれました。塚は5軒9メーター四方高さ1畳3メーターの規模でエノキが植えられましたが、地域によっては松や欅が植えられることもありました。仙川の一里塚は江戸日本橋を起点にして5里約20キロメーターの距離にあり、甲州街道と三鷹街道の交差点に位置しています。滝坂は甲州街道の新宿から八王子までの区間で有数の急坂と言われ、荷車推しの駄賃目当ての子どもたちが集まったそうです。坂の名称は大雨が降ると滝のように水が流れることからついたと言われています。京王電鉄の前身の京王電気軌道は開通当時の路線は単線で、笹塚から金子、現つつじが丘付近まで甲州街道の南側を走り、金子駅から甲州街道の北側に渡り、国領を過ぎたあたりで甲州街道の南側に戻りました。新宿調布間が複線化されたのは大正9年1920年です。京王電車は札の上昇寺のところで旧甲州街道を斜めに横切って調布へ向かいました。金子現つつじが丘から調布までの区間が現在の位置に移設されたのは昭和2年1927年です。甲州街道の北側と南側で街道に並行して走る裏通りのことを地元では50軒道と呼んでいます。甲州街道からおよそ50軒約91メーター離れたところを通る道で、札五宿のうち上石原宿から下札宿までの区間を走っています。江戸日本橋から6里約24キロメーターの位置にあります。現在は駐車場の一角に日が立っていて、えのきという駐車場の名称が大地を忍ばせています。